それでは熱いメッセージよろしくお願いします。西川カールです。よろしくお願いします。まずはじめに FC 大阪のサポーターの皆様、青年の手に岐阜へようこそお越しくださいました。心から歓迎申し上げます。そして FC 岐阜サポーターの皆様、本日も張り切って応援しましょう。さて、私たち株式会社丸杉は鉄を扱う鉄鋼商社として岐阜で創業し、今年で創業102年となります。皆様、普段鉄がどこに使われていると思いますか？実は様々なところに鉄は使われています。あの照明の茶色大きな柱や、あの電光掲示板を裏で支えている柱も鉄です。そしてこの大きなスタジアム、観客席の屋根から目に見えない土台にまで多くの鉄が使われています。ちなみに名古屋駅のツインタワーの建設にも丸杉は携わっております。私たちはこれからも鉄鋼商社としてまちづくり、皆様の生活の充実に貢献してまいります。そしてこれからも FC 岐阜を熱く応援していきます。また、丸杉には男子バドミントン部、女子バドミントン部がございます。サッカーでいう J リーグのようなリーグがバドミントンにもございまして、その一部で両チーム頑張っております。そして、今年の年末、12月2日に、ここメモリアルセンターの出会いドームにて、SJ リーグ岐阜大会が行われます。近くで見ると迫力満点。ぜひ、皆さん、いらっしゃってみてください。絶対楽しんでもらえると思います。
紹介をさせていただきたいと思います。ではですね、マルチバドミントンの代表して西川さん、どうぞお待ちいただけますか。マルスギバドミントンの代表の宮城真由美です。宮城真由美です。応援よろしくお願いします。頑張ってください。そして宮田選手も宮田の代表を受けてみたいと思います。宮田さん、お願いします。必ず逆転してくれると思うので、残りの時間を一緒に応援して戦いましょう。お願いします。ではここでですね、皆さんから